ジョン・バス・カビルジョン・バス・カビルは、イギリスの印刷業者、ウスターシャーのウルバリーで生まれた。1725年、バーミンガムへ出て、破壊士、堀士及び、修士教師として、生計を立てた。クロワニスト層の商品の製造で財を成して1750年から、印刷業を営み、パンチカッターのジョン・ハンリと共に、美しい活字と造本を目指した。1775年、 その地で死去した。バーミンガムに出た後は、まず、母碑の掘りしをし、副業に、習字や、墓碑の教師を加えて、生計を立てていた。1738年からクロアニスト層の商売を、始め、皇帝に革新をもたらして、財をなし、広大な邸宅を買い、1750年、その邸宅にて印刷業を始めた。パンチカッターとして、ジョン・ハンディを雇ったバス・カビルは、 1754年頃から新たな活字を製造し始めた。彼はインクや静紙、活字鋳造などに革新をもたらした。これらはすべて美しい本の製造に情熱を傾けたがためであった。彼は活字の文字にも情熱を傾け自身の設計に基づいてハンディに活字を彫らせた。彼の最初の出版はウェルギリウスで十数点古典作品を印行した。 1758年、ケンブリッジ大学の出版物を受け負うようになり、1763年、ギリシア語活字を用いてにオリりン聖書などを印刷した。また、彼の印刷物として著名なのは、祈祷書や、1773年のクルエル・オルランド・オーランド・フリオーソーの印稿である。バスカビルの作品は、彼の完璧を求める姿勢から、それまでのものとは大きく様子が異なる。 ワットマンによって新しく開発された網目メきの紙を採用し、インクはより黒ゲロとにじみがなく、明細な印字の本は多くの印刷者に影響を与えた。バスカビルは無心論者であり、それを公言していたので、死去に際して自身の庭園に性別されていない壮大な墓を気づかせた。死後も妻、サラアサラにより印刷書は続けられたが、 サラーの死去の後、墓は破壊され土地の所有者が転々とした挙句、その土地に運河が惹かれることになった際、無神論者であったがために教会に置かれず、倉庫に置かれるなどしたが、結局、ウォーストーン・レーン・セメタリーの性別されてある、地下墓地に落ち着いた。月光教会の会員と、親しくや王立職業技能検定協会の会員であった。ベンジャミン・フランクリンとの交友はこれによる。 バスカビルの出版目録がケンブリッジ大学のギャスケルによってまとめられている。バスカビルの活字を元にした電子書体。バスカビルの活字は彼のデザインのもとにハンディがパンチ付形を制作した初期のトラディショナルに分類される活字群である。彼の最初の活字は1754年頃に制作されたギリシャ語活字である。彼の活字はユマニストから影響を受けた。 オールドローマンよりも、石堀氏の書体に着眼を得て、ストレスは大変丸くじは開いていて、コントラストが比較的低いのが特徴である。しかし、彼の活字及び印刷物は、自国の同業者などには、ソネミなどから極めて不評で、むしろ、ピエール・シモン・フルニエや、ジャンバティスタ・ボドにベンジャミン・フランクリンなどの他国の同業者から尊敬を受けた。フランクリンは、 彼の活字をアメリカに持ち帰り使用した。モダーン書体からの回帰の一現象として、ブルース・ロジャーズなどの活動もあって、1920年、頃になって、ライノタイプやモノタイプなどから、バスカビルの活字を元にしたフォントが発売されるようになり、本文を中心に多くの用途に用いられるようになった。様々なバージョンのバスカビルと名打たれたフォントがある。1953年、 バスカビルの手による印とイ型が発見され、ケンブリッジ大学出版局に寄贈された。ありがとうございます。